イオンタウン高野市は、秋田県北秋田市にある、イオンタウンが管理、運営する、ショッピングセンターである。1992年6月に、ジャスコが、地元商業関係者の要請などを受けて、旧高野市町の国道105号沿いに出店を表明。地権者との用地取得交渉を開始。ところが、1992年8月に、 出店予定地の一部を伊徳が先行取得していたことが判明。ジャスコと計画を推進していた地元商業関係者は猛反発。さらには、ジャスコと伊徳による激しい用地取得争いに発展。高野市長も調整に乗り出すも、お互いに譲らず高野市長の大型商業施設建設は暗章に乗り上げ、計画は頓挫し、長い間、 ジャスコ出店予定地を書かれた看板だけが置かれていた。イオンが同地での出店を断念し、当初の出店予定地に隣接する北秋田市、栄地区に改めて出店を表明。事業主体もイオンからマックスバリュー東北に変更し、地権者との交渉を開始し、2007年7月23日に、 大規模小売店舗立地法により、イオンタウンタカノスとして、秋田県に届け出た。続く2008年6月に、マックスバリュータカノス店を、各店舗とする、イオンタウンタカノスショッピングセンターがオープンした。1992年の計画発表から15年がかりでの、オープンとなった。各店舗の、マックスバリュ高野住店は、同友の、同友高野住店が前身。 2002年3月、マックスバリュー東北が導入を子会社化したのに伴い、2002年5月に、マックスバリュー高の住店に改称。当ショッピングセンター開設時に移転されたものである。2011年10月には、スーパーマーケット業態から、ディスカウント業態に転換し、ザビッグ高の住店として、リニューアルオープンした。平屋建てのザビッグ胸には、 ザビッグ高の住みと専門店街が併設されており、駐車場を囲むように、別棟店舗が並んでいる。土地の一部が、秋田高のスノー業協同組合所有のため、同組合の ATM と、同組合が運営する、セルフ式、ガソリンスタンドも出店。2009年には、ダイナムの新業態店舗、信頼の森第1号店であり、ダイナム300号店にあたる。 信頼の森秋田高野巣店もオープンした。ジャスコと、伊トクが争っていた土地には、伊トクが、高野スモールの名称で、商業施設を建設し、2008年5月21日に、オープンした。2012年7月23日に、イオンタウン平賀ショッピングセンターと、イオンタウン大局福田ショッピングセンターとともに、イオンタウンへ譲渡した。これに伴い、 9月1日から名称をイオンタウンタカノスショッピングセンターからイオンタウンタカノスに変更した。タワ公式サイトを参照。ありがとうございます。